サムジャウタ急行は、インドの首都デリーとパキスタンの国境の街、ラホールをつなぐ列車路線である。別名、サムジョーターエクスプレス、またパキスタン・インド間の友好関係で閉鎖と開通することから、友好列車とも呼ばれる。サムジャウタとは、ヒンズー語、ウルデュー語で、協定、調和という意味である。タールエクスプレスが再開するまで、唯一の国境間を移動する鉄道であった。 第3次インパ戦争後にインパ両国間で調印されたシムラー合意に引き続き1972年7月22日にラホールとインドのアムリトサル間で開始された80年代のパンジャーブ州でのセキュリティ上の混乱を受けインド鉄道は通館と入国審査を行う駅としてあったりを終点とした2000年4月14日 インド鉄道とパキスタン鉄道間の協定で距離 3km 弱をカバーするよう修正された。2001年12月13日の2001年、インド議会襲撃事件を受け、2002年1月1日に閉鎖された。2004年1月15日に再開した。2007年12月27日のパキスタン首相、ベナジルブット暗殺を受けて一時閉鎖した。 2019年2月28日、2019年インパ対立で閉鎖されたが、同年3月に再開された。ありがとうございます。